実はあのシルクロードという大変なヒットをしたテレビのシリーズでした。3つシリーズを作ってるわけですね。海のシルクロードまで含めて、これが1980年ぐらいからですね、 NHK と新の共産党との非常な蜜月時代というのが始まっている。でこれは大変よく売れたし、またそれだけではなくて、奈良でシルクロード博なんかやりまして、これで NHK も大変、入場者数でも何百億円と、関連グッズとか売ってものすごく儲けて、そういうシリーズです。もちろん本も出しました。でこれによってですね、お互いになかなかのっぴきならないとか抜き差しならないような関係になってくる。初めは NHK の方がですね、まあ、優位でありますから、さまざまな最新鋭の機材とか持ってって向こうの中央電子台なんかにそれを上げてくる、まあ、すごい。それだって何億円ですよね。日本から行ってですね、シルクロード取材をそうやって全部置いてきちゃうんですね。で置いてくるだけではそれ使いませんから、当然そういった人たちにその機材、カメラ等の最新鋭のものの使い方を教える、そういうようにしてやっていくうちにですね、これは台湾の李登輝総統がおっしゃいましたけども、シナ人には何も恐るべきところはないけども、シナ人のただ恐るべきところは人を腐敗させることだ。要するに何でもシナに行けば欲望が叶ってしまう。我々の社会は法治社会ですから、どんなにお金があってもできることできないことが、しかしシナに行けばですね、あそことつるんで商売をすれば、シナ共産党幹部がお友達であればですね、どんな違法な行動もその人間の欲望を叶えることができる。まあ金とか女性とかですね、そういうのに代表されること、それが何でも可能になってしまう。そういう状況が NHK にも出現してきたわけですね。でそれによって、おそらく幹部は完全にシナのですね、洗脳を受けるような存在になってきた。でそれがいよいよおもむろにですね、始めたのがあのジャパンデビューのシリーズであったわけです。でそれまでは間接的にシナに好意的な、番組を作ったり、例えば鉄道の旅行の番組とかですね、女子12学号が出てきたりとか、要するにそのソフトイメージ、シナはいい国だ、周り舞台一切言わないことであったわけで、しかし歴史には彼らは手をつけなかった。なぜなら台湾という国がとんでもなく親日的な国であるということは事実で否定しようがない。しかし最後に残されたシナの共産党がやろうとしているのは台湾平等の侵略であります。でこれをやろうとするとどうしても邪魔になる国が世界で2つある。それはアメリカと日本です。アメリカには台湾関係法という法律が、台湾の人の自決権を重んじると書いてあります。これは国際法ではありませんから、アメリカが勝手に俺はこうすると言ってるだけの法律でありますけど、アメリカの法律です。だこれをかなり厳密に守っていただければ、台湾の独立を保つことは非常に優しいことなんですけれども、これは政権がその時どう反応するかによって全く分かりません。またアメリカの大統領が軍隊を動かす権利というものは、独自に軍隊を動かすのは初めの60日、あと議会に承認するともう30日、90日間までは大統領が独自の権限で軍隊を動かすことになります。でこれはベトナム戦争の時に作ったオーパワーズアクトというのが、戦争権限法というのがあって、大統領の手はかなり厳しく縛られている。でこれは第二次大戦といいますか、日本がパールハーバーやった時の記録でもはっきり出ておりますけれども、実はアメリカでは戦争を宣戦布告する権利は大統領にはないのです。議会にしかないのです。ですからあの場合もルーズベルトが国会に出てって、国会で演説して、国会の決議によってアメリカは日本に宣戦布告ようやくできたわけですね。で議会 の総体の果たして台湾防衛に対するですね、合意が得られるのかどうか、そうでなければ大統領が頑張っても60日までしか軍隊を動かせない。議会の承認を得てもプラス30日、90日間です。今この無制限戦争、無制限な戦争をやっていることの中にはどういうことがあるか。これは各国でシナ人は それぞれの国に居ついて、そしてその政治に参加せよというのが、今シナの共産党が世界中のシナ人に要求しているところであります。ですからそれまでシナ人が行っても、今までは家業、金儲けしててビジネスはするけど政治には一切出なかった、そういった人たちが、これはもう態度が変わってきて、僕ら堂々とシナの共産党が出してます環球時報なんていう本は、新聞ですけども、海外に向けての、新聞、これにはとにかく現地に行って、現地でどんどん現地の、市民権を取り、国民となって政治に参加しろと、そしてシナとの国益の増進のために活動しろと書いてあります。そういう人たちも増えてきている。
それのみならずアメリカにはロビングというのは、堂々たるこれは合法的な活動であります。ロビーストというのは、まあ、ロビーですからこういう建物のロビーにいてですね、議会のロビーですよ、そういうところにいて、政治家、まあ、日本風には政治家の袖を引っ張って情報を与えて、例えば自動車業界のために動いてください、あるいは環境問題のこういう新しい法律を通してください、政治家に影響力を与える、これを、こういう人をロビーストといい、ロビングといい、プロフェッショナルがいっぱい、有名なロビーストを雇うとすれば、まあ、大体弁護士が多いんでありますけども、大変なお金がまたかかる、こういう活動をもうシナはものすごい勢いで今やってるわけですね。そして、それぞれの人間のできれば地元のシナ人が、これチャイニーズアメリカンであれば、その人たちがお金を寄付するということ、これは合法的なものですから、地元の政治家に寄付する、あれシナの関連企業が地元に誘致して、それでもって、まあ、工場を作る、何を作るとか、あるいはその国、その州の政治家の地元の作ってる製品をですね、それを買い上げてやる、シナなんですね。こういうのを全部政治的に行う、それによって影響力を着々とまた築いていってるわけでありますから、今アメリカの国会で、台湾関係法というものの意味がどれだけ分かってる人がいるのか、あるいは分かっていてもいざという時に有事ですね、まさに台湾を支持する人たちがどれだけいるのかということは、非常に、危ういところである。ということは実は台湾の問題のみならず日本の問題でもあるわけですね。日本という国が今の沖縄の基地のようなことが揉めていればですね、そんなことならば我々は、日本との関係はもう日米安保条約、これ形式的にあってもですよ、日米安保条約は自動的にアメリカがなんか日本有事の際参戦するとか守りに来ると書いてません。適当な行動を取ると書いてあるだけですから、適当な行動が何もしないのであれば何もしない。我々が共に血を流す覚悟で、そして沖縄の米軍基地というのは沖縄を守るのみならず、先ほどの西村慎吾先生のお話でも分かったように、実はこれは台湾に対する我々の防衛力を担保しているのがこれが沖縄の米軍であります。これがシナが台湾を脅かしているときに、軍事的威嚇を行うときにですね、すぐそばのこの沖縄に、軍事力、大きなアメリカの軍事力がある、しかも、即応能力のあるですね、すぐに、おそらく、シナが狙っている島ですね、まあ、台湾も大きな島ですが、こういうところに、上陸してくるのを防ぐような即時展開能力がある海兵隊があのそばにいるということは大変に効率強い抑止力なわけです。これは台湾に対する台湾の独立を守るための抑止力としても機能している。だからガム島なんか遠くに持っていっちゃって絶対ダメなんですよ。海兵隊はそこにいなければいけないんだ、まあ、海兵隊をやめるというならいいんですが、長期的には日本が海兵隊のようなものを作ってですね、まさに西村先生おっしゃったように日台の軍事同盟がしっかりしてくれば、それは米軍はいざこれは常時駐留はいけませんよということになるでしょう。また長期的にはそうしていくことが我々の理想でありますけれども、なかなかそうでない現在ですね、日本が、この基地を提供して台湾の防衛にも役立たせる、そういうことが我々やらなければいけないわけです。しかし日本があんまりぐずっておりますと、いざという時アメリカが、日本を守り台湾を守るという意思を発動するかどうか、でこれはもう全くわからないわけですね。で同盟というのは、私は実は日米関係、日米同盟ということには非常に、ためらいがあります。というのは我が国は集団自衛権も認めてないわけですから、共に血を流す覚悟も法的整備もできていない、そういった国が同盟というアライアンスというような言葉を使うことは非常にこれは傲慢そうなことであって、間違ってるんではないかと、後方支援だけやってるというようなものは実は同盟軍の軍隊ではないわけですよね。もっとも後方支援といってもですね、物資の補給といってもここからこっちは安全で、ここから向こうは危ないということは戦闘状態だったらありえませんから、それだってまあ立派な仕事で、まあ、現在の戦争は補給なくしては成立しない戦争ですから、補給ロジスティックスということも非常に大事な戦争の一部でありますけれども、ともかく我が国は戦争しない建前であって、集団自衛権というものも当然のことも認めてないわけですから、果たして同盟という言葉を使いうるのかどうかすら非常に怪しいというふうに、思っております。だってそこで、我々の国